あ、そうだった。おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。そうでしたね。うん。前回こんな感じの展開になって終わったんだったな。メダル集めじゃなくてなんだっけ？クリアチップ集めが終わりまして、全員10枚集め切ったと。いうことで、全員助かるかと思いきや、サブゲームはまだ終わらないんだぜーとか言って、メダルのね、こう、やりとりが、最も多かった人と、最も少なかった人を、変な的みたいなやつにくくりつけて、どっちを犠牲にする？毒針、打っちゃうよーんって言われたっていうところで終わったんだよね。で、今、私というか、サラちゃんと、ナオちゃんと、レコさんが、すごい高い位置にいて、助けに行くことができないよっていう状況で終わりました。じゃあ、この状況ですが、みんなに話しかけていきますか。はい。ああ、そうか。クリックして話しかけようとしちゃったけど、これあれだ。話し合いの場面だった。なおちゃんから話聞けばいいのか。銀くんを救う方法を考えましょう。はい。もう、誰かを犠牲になんて、したくないです。私もだ。でも、どうやって？それは、サラちゃん、私たち、どうしたら？ノエルは、さっき、最後のアトラクション、と言いましたね。あ、アトラクションには、これまで必ず、攻略法が用意してありました。あるはずです。銀を救う方法が、サラちゃん、考えるんです。絶対に諦めちゃいけない。対話展開。んなこと言ったって、見守ることしかできねえよ。いやでもな、ナオちゃんとサラちゃんは大切な人を失っているからこそ、なおさら強く思うよね。せめて地上にいる奴らなら何かできたかもしれないけど、こんなところじゃ、銀たちに近づくことすらできねえよ。レコさん。俺たちはこれまで希望を見せられては裏切られてきた。今回だって。なんか、レコさん今回ちょっとネガティブだね。昔のレコさんは結構自分って感じだったのかな。だって、ちょっと前までのっていうか、その入れ替わる、もう入れ替わってること前提で話すけど、入れ替わる前のレコさんは、もう、銀くん、なおちゃん、かんなちゃんのことだけは見捨てないみたいな感じの子だったじゃない。ちょっと弱気すぎません？あのレコさんが弱気になるなんて。なあ！考える。ですよね、サラさん。そうです。サラちゃんと一緒にいると、どんな困難でも乗り越えていける気がします。三人で考えれば、きっと、どうにかなるはずです。頼むぜ、お前ら！何でもいい！ひらめいてくれ！制限時間は短いよ。せいぜい頑張ってね。今回の話し合いでは、毒針が発射されるまでのタイムリミットがあります。うわぁ、時間制限あんのかよ。きちぃ。私、こういうのめちゃくちゃ考えちゃう人なんだけどな。引き出すを使って会話を引き出したり、バーサスやアイテムを突きつけて失敗すると時間が経過します。なるほど。毒針が発射されないように頑張りましょう。はいはいはい。まず、考えるですよね、サラさん。んなこと言ったって見守ることしかできねえよと。これは、アイテムとか別になんもないよな。あ、これ？幸せの蜘蛛の糸使う時が来るかな？まだか。でもまだ、こう、その場面じゃない気がする。引き出す。引き出すは必要だと思うんだよな。引き出そうか。まずは、何から考えれば。ナオさん、落ち着いてください。自分ができることから考えるんです。はい。すみません。私ができることといえば、観察です。この中で気になることといえば、そもそも、なぜ液晶が2つあるのでしょうか。おそらく一つは、毒針が発射されるまでのタイマーだと思います。そう、
ですよね。では、左の液晶が毒針のタイマーですね。今も刻一刻と時間を減らし続けています。よし、ナオさんはすっかり落ち着きを取り戻したぞ。時が進んだ。なるほど。いやー、どんぐらい時が進んだのかわかんないんだよな、これだと。0と5555にしかなってないんだもん。一回、一応、引き出す前にセーブしときゃよかったけど、この引き出し方は多分合ってると思うから。次はちょっとレコさん引き出そう。んなこと言ったって、見守ることしかできねえよ。だって、他に何ができるって言うんだ。他にできること。干渉石に仕掛けがあるか調べる。この位置からみんなの位置関係を調べる。干渉石に仕掛け。まあ、みんなの位置関係は調べるべきじゃない？この位置から、みんなの位置関係を見てみましょう。わかった。九太郎と銀が的にくくりつけられていて、離れたところに、ケイジ、カンナ、ソウ、アリスがいるぜ。檻に閉じ込められてるけどな。確認はできた、けど、解決の糸口にはならなそうだ。時が進んだ。これもう一個の方もいけんのか？一応セーブ。もう、今回セーブだらけになりそうだ。干渉石に仕掛けがあるか調べてみようか。この干渉石に仕掛けがないか調べるんです。仕掛け。わかった。まず目につくのは二つの液晶画面だよな。右の液晶には残り 35.5 って書いてある。どう見ても毒針のタイマーだ。あれ？言ってること違うね、なおちゃんと。多分この液晶が残り0になった時、銀が。大丈夫。レコさんは冷静だ。時が進んだ。なるほど。でも言ってることが、なおちゃんとレコさんが違うから、ここで討論しようか。時が進んでる方は、左の液晶だから、毒針のタイマーは左だと思うんだよな。で、残り 35.5 はずっと変わらないよね。これは何なんだろうね。じゃあ、討論させてみようか。発言をストックして、右の液晶が毒針のタイマーって言ってるレコちゃんに、突きつけると。はい。ちょっと待って、レコちゃん。なんだよ。毒針のタイマーは、左の液晶に表示されてるんじゃないかな。けど、右の液晶には残り 35.5 って書いてあるんだぜ。こっちが毒針のタイマーだろ。動いて、ない。そうなんです。右の液晶は、残り 35.5 から全く動いてないんです。本当だ。数字が減ってねえ。けど、タイマーじゃなかったら、右の液晶は何の表示だって言うんだよ。それは、わかりません。ですが、考えられることは、このアトラクションの仕掛けを解く鍵かもしれないということです。本当か？マジで銀を救う方法があるって言いてんだな。なら、逃げてたまるかよ。この仕掛けを、解き明かしてやる。進展。よし。まず考えるべきは、残り 35.5 が何のことか、だよな。残りと書いてある以上、数値を減らすか、何かすれば、二人は解放されるのでしょうか。だとすると、重要なことは、残り 35.5 の単位です。長さ、重さ、量、数字の単位が分かれば、謎は解けるのではないでしょうか。ただ、長さ一つとっても、メートル、インチ、ヤードなど、いろんな単位がありますよね。何に関わるのかさえ分かれば、ヒントになるよな。人なのか、物なのか、行動についてなのか。仮に、なおに関する数値だったとしたら、例えば、なおの髪を 35.5 センチメートル切れば、銀が助かる、とか。私のイメチェンで銀くんが助かるなら、いくらでも切ります！さすがにそんなことではないとは思いますが、思いつくことを言ってみるしかありません。だが、これは推理というより、ほとんど直感の勝負だ。だけど間違いなく、この場にある何かと関係のある数値のはず。無理やりでも見つけるんだ、活路を。
なんだろう。思いつくのは体重ぐらいなんだけどな、私が思いつくのは。この三人の体重に残り 35.5 を足すのか減らすのか、だけど、他になんかな、数値になりそうなこの三人のものって、ないんじゃないの？体重しか考えられなくなっちゃうな。ちょっとまずみんなの話聞いていきたいが、まずセーブしますね。重要なことは残り 35.5 の単位。うん、長さ、重さ、量。そうだね。まあ、引き出すしかないんじゃないか？はい。ここはもう時間はかかりますが、絞り込むしかないです。サラさん、長さ、重さ、量だったら、どれが一番この仕掛けに関係しそうですか？ 35.5 の数字とこの場で関係しそうなやつといえば。いや、重さじゃねえかな。重さはどうでしょうか？ 35.5kg。35.5g。35.5kg くらいというと、小学生くらいの重さですかね。小学生くらいの重さ？時が進んだ。なるほど。とりあえずじゃあ、レコさんの方も引き出すか。正直、俺には見当もつかねえよ。なあ、サラ、この場にある人、物、行動の中で、どれが一番数字に関連が深いと思う？いやー、人じゃねえかな。 35.5 の数字とこの場で関係しそうなやつといえばって、だって物全然何もないじゃん、ここの場に。人しかいないんだよ。人だと思うよ。人はどうでしょうか？人か。だとすると、毒針の毒針の標的にされている銀に関連する数字っていう可能性、ねえかな。なんてな、根拠も何もねえ、ただの思いつきだ。銀に関連する数字。時が進んだ。いや、ここ、いいんじゃない？銀くん、小学生くらいの重さと銀に関連する数字。これはそのままセーブして良さそうだけど、まあ、どんどんやっていこう。はいはい。討論しますか。はい、レコさんと、ナオちゃん。はい。待て、ナオ。今、なんて言った？35.5kg なら、小学生くらいの重さだな、と。もしかして。なあ、銀。小学校で身体測定やったよな。いやー。体重を教えてくれ。何キログラムだった？35.5kg。わー。一緒だ。液晶のあの数字と。これは、偶然でしょうか？偶然にしてはできすぎです。でも一体どういう意味が？残り 35.5kg ってことだろう。だったら、増やすか減らすか、どっちかの行動が回答になるはずだ。35.5kg を増やすか減らす。一体何を？どこで？誰が？もう一度考えてみるぞ。思いつく限り言ってみるんだ。進展。いや、いいね、いいね。重さ、減らす、増やす、35.5kg を。ダメです。パニックになってきました。ちょっと待て、思いついたぜ。え？俺たちの乗っているこの台、この干渉室そのものが巨大な押し込み式のスイッチなんだ。そんなスイッチを押すためにあと 35.5kg 足りないってことさ。ということは、残り 35.5kg という表示は、この干渉室に残り 35.5kg の重りを増やせば、救助するための機械が作動するんじゃねえか。あー、そうなのか。
でも残り 35.5kg を増やせるものを用意できるか、私たちで。ちょっと待てよ。まあ、セーブはするけど、同じところでいいかな、これは。はい。はい、じゃあ引き出していきましょう、まずは。重さ、重さ、減らす、増やす。35.5kg を。もう少しだけ考える時間をください。この干渉室に残り 35.5kg の重りを増やせば、救助するための機械が作動するんじゃねえか。だが、それを判断する方法なんて。待てよ、一つある。教えてください。何ですか、その方法とは。ジャンプするんだよ。本当にこの台が俺たちの体重を検知する体重計だって言うなら、俺が宙に浮いてる間必要な重さは増える。着地した瞬間は落下の重量で減る。つまりぴょこぴょこすれば残りの 35.5kg の表示に変動があるはずだ。ぴょこぴょこって言いづらいね。わかりました、ジャンプしてください。行くぜ。レコは高く舞い上がった。どうだサラ、変動したか。いえ、変わりませんでした。マジか、一瞬も。はい、何の反応もありませんでした。じゃあやっぱり関係ないのか。この干渉室は本当にただの干渉室だっていうのかよ。俺たちが何やったって全く関係がねえ。分外者の部屋なんだ、干渉室は。いや、違うんじゃない。飛び跳ねても液晶の表示は変わらなかった。だけど本当に無関係なのか。時が進んだ。時進んだからナオちゃんから引き出せないかな。どう？あの、サラさん、なんか思いついたかい？レコちゃんはああ言ってますが、本当に私たちは関係ないのでしょうか。え？毒針のタイマーにしても残り 35.5kg の表示にしても。これサラちゃんじゃなくてナオちゃんじゃない？大丈夫かな？どうかな？あ、これナオちゃんだな。なぜ私たちにしか見えない位置にあるのでしょうか。あ、そもそも なぜ私たちは3人だけ分けられたのでしょうか。ノエルさんは特別にご招待と言ってましたけど。確かにそれにしてはおかしなところがある。上位、成績上位者がいない、干渉するには見づらい。まあこれどっちもだな。うん、干渉するには見づらいじゃない。干渉するには見づらいですね。そうですね、見づらいです。どういうことでしょう。見やすく改善するべきところがある。なんだかそういうことではない気がしてきました。的外れか、時間を無駄にした。マジ？まあそう、そうか、逆か。成績上位者がいない。確かに特別にご招待なのに成績上位者だけが隔離されて、なんだっけ、ポンコツ三人娘だっけは招待されるのはおかしいよね。成績上位者がいないかな。頑張ったご褒美とノエルは言いましたが。はい。その割には成績下位の者しかいない。妙ですよね。もしかしてこの干渉室の目的はペナルティ、劣等生に罰則を与える部屋なんじゃ。ありえない話じゃない。時が進んだ。じゃあこれは2つ討論だね。ナオちゃんとレコさんにひたすら討論させると。ナオさん、もう一度お願いします。この部屋は罰則を与える部屋なんじゃないかと思うんです。何言ってんだよ。俺たちに罰則を与えて何になるんだ。銀の救助とは無関係じゃねえか。ですが、それなら刑事さんたちと部屋を分ける理由がないんです。きっと銀くんの救助の仕掛けとこの部屋は連動していて。ピロリン、私たちへの罰則が残り 35.5kg の表示に影響してくるのでは。
無関係だって、俺たちの行動は何の意味もねえんだ。よく見てろよ、俺たちがいくら飛び跳ねたってあの数字は変わりゃしねえ。レコさんはそう言うと再び大きく飛び上がった。ごと、何？え、なんだよ。今、何か音がしました。なんだって？確かに床から音がした。気になるところを触れてみよう。え？ジャンプして音がしたってことはレコさんの真下じゃないの？お、この床からわずかにカタカタと音がする。もしかして床のわずかな溝に指をかける部分があった。剥がせます、この床だけ。え、よし、剥がすぞ。せーの。そこには、え、深い深い穴の底に大きな針が敷き詰められていた。あ、ねえ、だよこれ、罠か。サラちゃん、外した床板の裏側に文字が。え、床板の裏には救助用と書いてあった。救助用。その時、床板の破片がそこへ落下した。数字変わってる。この中に 35.5 キロ分何かを入れろってこと？あ、右の液晶の数字が残り 35.3。 少し減った。どういうことでしょうか？これは、破片の重さです。破片の重さです。え？そうか。レコさんの考えは、あながち間違っていなかったんだ。ノエル、答えてくれ。この深い穴の底、針が敷き詰められているが、もしかして、体重計、なのか？体重、なんでここで表示されるんですか？お礼ポップアップ！体重、計、液晶の数字、35.5kg は、銀の体重だ。床の破片が張り底に落ちて 35.3kg に減った。おそらくそれは破片の重さの分表示が減ったからだ。つまり 35.5kg 以上あの張り底に何かを落とせば毒の装置は作動をやめる。違うか？正解！よくこんな手がかりでそこまでわかるよね。てめえすげえな。じゃあ、本当に救助できるんですね。銀くんは、助かるんですね。もちろん。それができれば、ね。さあ、時間はないよ。35.5kg。何を重りに使うか、相談したら？進展。そう。そうなんだよ。35.3kg を、補う、ものがここにはないんだよ。人しかいないんだよな。35.5kg。 液晶がくっついてる壁だ。あれをぶっ壊して張り底に落とせば。素手でですか？
じゃあどうするってんだ。使えるような重いものこの干渉席にはねえじゃねえか。結局救わせる気なんかなかったのか、ノエルのやつ。希望はゼロなのかよ。人しかいないんだけどさ、私今、いやーこれはちょっと人間として間違ってるかな、どうなんだろう。これはレコさんが偽物前提での話だけど、多分このレコさん人形なんだよ、精巧な。だからレコさんを落とすしかないんじゃないかなとか思っちゃうけどな。いやでもこんなにさ、ちゃんと喋ってさ、感情も表現するのはさ、果たして本当にどうなんだ、人ではないと言い切れるのか。だって物に感情があったら誰だって壊れるのは嫌だし、それは人と一緒なんじゃないか。うわ、嫌だもうこれ。どうしよう。っていうかまあ時間も今日いい感じなんでこれで終わりたいとは思うんですけど、いやーきついよー。また次回、お疲れ様でしたー。